これが
日本における鉄砲の始まりです。ダハマーシ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 ここまで響くな、おい。あ、風が吹いてきたな、今。風が。すごいすごい響くな、おい。ずらすっか、ずらすっか。こっち、今後、手柄から北側、味職人に鉄砲の不正を命じました。内閣府では、鉄砲を分解して共同者で、当時日本になかったネジの技術などに不審者なども鉄砲の不正に抵抗しました。これ以降日本国内で鉄砲が生産されるようになり、戦国時代の新兵器として全国に広まっていくのです。この結果戦国時代の末期には国内鉄砲数は50万丁を超え、日本は戦闘機世界一番の重要国になっていました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。待ってもらおうか。もういいです。キムタキー構えたー。パンチどうしてなったらいいのかな。地図ではなかった。鉄砲の一種に大筒と呼ばれる大型の鉄砲があります。大きなものは数百グラムの弾丸を飛ばすものまであり、高い力が強く、この一生よりは城や軍船の破壊に使用されました。弾込めてるもん。大筒は別名国崩しとも呼ばれ、大阪国の陣では徳川軍が大阪攻めに使用しました。国はこの大筒により弾込めから発射までの操作をご覧いただきます。まずは弾込めの操作を説明します。はじめに筒先から火薬を入れ、次に弾丸を入れます。テープでは安全のため実弾の代わりに切り紙を固めたものを代用しています。次にハルカと呼ばれる棒で弾丸と火薬を重心の奥底に突き固めます。次に重心の端にある火薬の地火薬を入れます。地火薬とは着火しやすく細かくした火薬のことです。最後に暴発予防のため火蓋と呼ばれる蓋を閉じ火薬を使います。以上で弾込めまでの操作が終了で、次は発射の操作に移ります。火縄銃の着火には火縄を使います。この火縄についた火のことを口火といい、火縄に火をつけることを口火を切るといいます。発射操作の第一にこの火縄を火ばさみにつけます。号令は火縄つけです。次に火皿を塞いでいた火蓋を開けます。この操作を火蓋を切ると言います。号令は火蓋切れです。最後に狙いを定めて発射します。手元の火金を引くと、この火バサミが倒れ、火皿から着火し、弾丸が発射されるのです。
ヒブタケアイテーハーテーヒヒヒヒヒヒヒ。今まさに弾丸を発射させようとするこれらの操作は現在物事を始めるといった言葉で使われています。物事を始めることを口火を切るといいます。戦いが始まることを火蓋を切るといいます。物事が始まる原因になることを引き金といいますが、これらはすべて鉄砲の発射操作を語源とした言葉なのです。さて、鉄砲は使用目的により改良が加えられ、先ほどの大筒のように大型化したものもあった一方で、馬に乗りながら発射しやすいように重心を短くし小型化したものがあります。これを馬上筒と言います。雪村君が大阪夏の陣で送る徳川本陣に突撃した時、家康を狙撃するためにこの馬上筒を使用したという話は有名です。馬上筒前へ。あんな白くなるな。やばいって。火蓋切れ。構えて吐いて。あれも結構難しいな。もう待ったら今飲ましてやるからな。ここ松代城は武田信玄が北信濃を支配するための象徴として1460年頃築城しました。当時は会津城と呼ばれ、信玄と謙信が一騎打ちをした第4次川中島合戦の舞台となった城でもあります。その後会津城の城主は次々と変わり、江戸時代になると雪村の兄信行が幕府の命により国内として上田から新しい城主としてやってきました。そして初代藩主として明治維新まで続く真田氏松代藩の基礎を築くことになるのです。なお松代城という名前はその後第3代藩主真田幸光の時に改められたものと言われています。三段射法。ナワーケーキ。大体バイエッタケーキ。バイエッタケーキ。バイエッタケーキ。ハゲ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 。豊臣氏を滅ぼすため、全国の大名を引き継ぎ大阪城を攻めました。大阪冬の陣です。この時、豊臣方に味方した雪村子は南京不落と謳われた名城大阪城の唯一の弱点を見抜き、城の南側の堀の外に出城を続けます。特に有名な真田丸で雪村君の生き様を描く2016年の NHK 大河ドラマの題名となった出城です。雪村君はこの真田丸に赤備えの鉄砲隊を配備し、攻め寄せる徳川軍の
海軍を散々に打ち負かします。手段を構え連勝下がって武田けーち待てーち果てーち大阪夏の陣が勃発すると徳川方の策略で捕虜を埋められてしまった大阪城では表情も固まず、沢田軍は敵の総大将の首を取るべく徳川本陣へ進撃しました。市村はこの突撃により家康が自害を確保するほど追い詰めましたが、中華敵戦海軍に選ばれ力にって戦死してしまいます。命をかけて火を捧げ強大な力の前にも屈しなかった雪村公の生き様は現代人の共感を呼び、今では戦国時代で最も人気のある武将の一人に選ばれています。さあなーしさあやったー仕事きれーすあたーすはいだーすI'm sorry.